どうも皆さん、一流デュエルリンクス研究家のリュウです。さあ本日なんですが、私リュウの幹部会というね、オンラインコミュニティみたいなやつを開いていまして、詳細は概要欄から見ていただければと思うんですが、幹部会のメンバーが僕に向けてクイズを作ってくれたんですよ。デュエルリンクスクイズをね、全10問これちょっと挑戦状をね叩きつけられましたんで、私ですね、一流デュエルリンクス評論家としてこちら全問正解していきたいと、そんな風に考えております。早速ちょっと解いていきましょう。遊戯王デュエルリンクスクイズ第1問、カードイラストクイズ。カードイラストを参考にこのカードの名称を選んでください。余裕ですよ、そんなもの。余裕あれこれ漢字どれだ、漢字どれやちょっと待ってくれ。影物どれだっけな、忍者だっけな、忍者、わかんねえ、やばい。いや多分普通に影だった気がすんだよな。なんか普通に、ね、普通のなんかそのこの A だった気がする。ちょっとやばい。1問目から自信がないぜ。1問目から自信がない、多分これだ。でカードイラストを参考にこのカードの名称を選んでください。あ、これはね、まあ赤い靴なんだけど、赤い靴はですね、これはですね、種ですね、これ。これちょっとね、赤いが難しいなんですよ。これは知ってる。これ自信ある。これ自信あり。これ正答率 100% ぐらい。俺の中では。以下の効果を持つカードの名前を、答えてください。展望、カッコは含まずに回答してください。OK。このカードをリリースして発動できる。自分のデッキからカードを1枚ドローし、お互いに確認する。はは、それがレベル1モンスターだった場合、自分はカードをもう1枚ドローする。あー、はいはい。余裕ですよ。舐めてるんですか？一流デュエルリンクス評論家、舐めてるんですか？これはね、ミスティックバイパーですよ。当たり前じゃないですか、こんな。これは舐められてますね、完全にね。これ舐められてる。第4問目。効果テキストクイズ。以下の効果を持つカードの名前を答えてください。展望、括弧は含まずに答えてください。OK。このカードはモンスターゾーンに存在する限り、相手ターンの間、自分の魔法トラップゾーンにセットされたカードは、効果では破壊されない。ほう。自分の魔法トラップゾーンにセットされたカードが、相手の効果で破壊されるたびに、このカードの攻撃力は単収録時まで800アップする。誰これ誰、わかんない、やばい。誰これ。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手ターンの間、自分の魔法トラップゾーンにセットされたカードは効果で破壊されない。マジでそんなやついたっけ。何、しかもモンスターじゃんこれ。このカードの攻撃力は単収録時まで800アップするとか。わかんねえ、わかんなすぎるだろこれ。誰やねんって書いてくわ、これ。これ誰やねん、これ。お前誰やねんって書いてくわ。誰やねん。ほんまにこれ誰。ごめん、シルエットクイズ。このシルエットは何のモンスターでしょうか。点、棒、カッコは含まずに回答してください。これはですね、モイスチャー星人ですね。これはさすがにわかる。あれですね、3体リリースして、魔法トラップ破壊するっていう。これはさすがにわかる。星人はそっちの星人じゃない。星人は、この星人よ。モイスチャー星人。これも結構正答率高いと思う、俺の中では。でシルエットクイズ、このシルエット何のモンスターですか。誰だこれこれはこれは誰だ。なんかドラゴンっぽいな。ドラゴンなのかな。なんかちょっと尻尾みたいなやつ入ってんだこれ。これなんだろう。これなんかあれだね、羽みたいな感じになってんのかな。これなんだろう。なんかこれ蛇みたいになってんのかな。これ蛇みたいになってる。これわかんねえな。これこれなんだ、ベノミナーガとかですかね。やばこのクイズむずすぎないか。やばい、わからない。絶対違うけど一応書いておこう。ベノミナーガ、絶対ちゃうけど、絶対ちゃうけど一応書いておこう。毒邪神、いやこんな格好してないけど絶対毒蛇、神、毒邪神、毒邪神だっけあれ、毒邪神、ベノミナーガ、絶対違うけどね。これなんだろう、これマジでわからん。7問目、フレーバーテキストクイズ。交互に攻撃を仕掛けてくる、双子姉妹。あ、これはジェミナイエルフだね。これはわかるね、さすがに。ジェミナイエルフは地に点々なんだけど、地に点々ってどうやって打つのこれ。地に点々って、あれやばいちょっと待って、地に点々ってどうやって打つんだ。待って、地に点々ってどうやって打つの。いや、わかんないんだけど、地に点々の打ち方がちょっと、ググってくるから待って。DI なんだ。へぇ、DI、これなんだ。へぇ、知らんかった。J。字に、ジェミナイ、エルフよ。
いやこれこれ外野か問題だろ。これこの地に点々が打てねえわ俺で。8問目が以下のフレーバーテキストが記載された通常モンスターは何ですかと。カッパの親分、攻撃力は意外と高い、守備は低め。誰やお前誰や。カッパの親分、カッパの親分、カッパの親分って誰。マジでわからん。カッパの親分、カッパの親分とか知らねえよ。わかんねえよ。もうアンガールズの田中って書いてこわ。アンガールズの田中わかんなすぎ。何この問題、クソむずいんだけど。デュエルリンクス評論家でされたら俺使ったのないぞ。このモンスター水属性、呼吸と出せるやん強っ。で9問目、このカードの融合抑えを全て選んでください。いや嘘、カイザー、わかんな。え、カイザードラゴン知らねえよ。どうやって融合すんだこれ、誰これ、どうやって融合すんの。わかんな。フェアリードラゴン、なんかフェアリードラゴン入ってる気がするな。フェアリードラゴンと、あ、なんかフェアリーとレッサーとかじゃなかったっけ。なんか文字列見たことある気がするわ。フェアリードラゴンプラスレッサードラゴン、あ、なんかこれ合ってそうな気がするな。ちょっとこれでいってみましょう。これ合ってたら結構嬉しいね。10問目、このカードの融合作用を選んでください。御用エンペラーは、地属性、戦術とシンクロモンスター。はい、これは簡単だね。これは OK、 わかる。いやーこれね、これデュエル、これこのクイズ害悪すぎない、難しいんだけど。ちょっとじゃあドキドキの採点いきましょう。ゴー。はい、×、え、×、え、え、え、はい、いや、わかっ、はい、はい、はいちょっと待ってふざけんなよ、ふざけんなよ、クソの人で。影物ってどれ、え、あ、その影だったの。やばい、これにわかさらした、これ、これ完全にわかさらしたわ。これはさすがにわかんないとダメなやつだったんじゃないのこれ。これ、え、そしてその隠れなんだ、その隠れだったんだ、知らなかったわ。そして2問目は赤い靴はいいですね。これ赤い靴は結構いい感じだったと思うわ。赤い靴は OK で、ミスティック、あれ俺ミスティックバイパーって書いてよな。あれ、なんだろう、え、これ、こいつミスティックバイパーなの。俺今知ったわこれ、やばい、これにわかすぎた。俺すげえにわかじゃん。俺ミスティックバイパーだと思ってたの、ミスティックパイパーじゃんこれ。うわマジか、知らなかった、勉強になります、勉強になります。で、クマモール、クマモールとか知らねえよ、使ったことねえもんこのモンスター。まあ、ちょっと多分画像出しておきますけど横とかに。で知らねえわ、なんかあれだな、でもなんか絵はわかるわ、なんか言われたら、言われたらわかるけど、効果読め、効果読めじゃねえや、効果当てろってやったら絶対わかんねえよこれ。で5問目はモイスチャーステージ OK、 モイスチャーステージはだいぶ自信はあった。で6問目は憑依装着ウィン、え、こんな見た目してんの、うわほんまや、これここがあれなんだ、なんかその、え、これがさ憑依装着ウィンだって誰がわかんの、これわかる人いんの、これ分かったらこれ変態だろ、これがなんか顔みたいなことなんか、なるほどな、ここがドラゴンの顔で、ここが人ってこと、いやこれ分からんって、これはこれ難問すぎるって。7問目はジェミナイエルフは地に点々っていうね、これちょっとむずいんですよ、地に点々っていうのが、あ、そういうとこじゃなくて。で8問目がヒョウスベ、マジで知らねえ、どんなモンスターヒョウスベって、あ、こいつかー、こいつか、はい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 、こいつかってなんかすごい知ってるみたいな感じで今発言しましたけど、正直知りませんでした使ったことがありませんでした、すいませんでした。高等儀式術で墓地に送ってアレイスターで呼吸とす。で9問目、フェアリードラゴンはあったね、フェアリードラゴンと砦を守る送りなんだカイザードラゴンって。いやワンチャンこれなんか惜しかったな、知らなかったこれ。見た目は似ても似つきませんが、トレディを守る抑留が使われているという点が個人的に好きです。まあ確かに、いやーこれむずい、この問題。10問目はね、さすがにこいつはね結構有名だったんでね、分かりましたけれども、いやーこれさすがにやっぱ自分で使ったことないモンスターって意外と分かんないもんだね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。いや竜の幹部会ではね、こういったクイズを日頃毎日みんなお互いに出して日々研鑽し合っていますんでね、興味のある方はぜひ概要欄からチェックをお願いいたします。
ょっと俺がにわかすぎましたね。このなんか影物とかこれ合ってないとダメだろこれ。ちょっと修行し直してくるわ。精神と時の部屋に行ってきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。